皆さんこんにちは。こんにちは。今回は、インスクリプションの続きをやっていきたいと思います。前回は、探鉱者に挑んだものの返り討ちにあってしまったところでした。今回は、リベンジなるか？それでは、始めて参りましょう。失敗するとまたマップの最初からになるのね。そうだね。さっきの手持ちで挑んでも同じだから仕方ないかな。まあね。特定のアイテムは初期装備として持って始まるみたい。じゃ、まずはカードマスだけど、この辺は前とあんまり変わらないから早送りしよう。カードマスは、カードを選ぶパターンと、コストでランダムになるパターンがあるのね。焚き火は強くなっても連れ去れることもあるから嫌なマス。うまくいけ。よし。やっぱり6倍速だと早いね。そうだね。サクサク進んでいい感じだね。カードバトルもデッキの運にもよるけど、だいたい分かってきたね。そうだね。アイテムとかもうまく活用したりだね。勝利。さて、ここからは新しいので速度戻します。おこじょがルールブックを確認しろと言っていたのを思い出した。金庫のダイヤルの絵と273という数字だね。そうだね。早速試してみようか。2、7、3。やった。開いたね。なんかカード入ってるね。カメムシだってさ。おこじょみたいに喋るカードだ。金庫に閉じ込められてどうしようかと思ってたみたいね。確かに、金庫は真っ暗闇だし、ずっと痛くないのはわかる気がする。阻まれた狼もいると言ってるね。カードの下に鍵も置いてるね。鍵穴どこかにあったかな。目の前の箱じゃない？あ、これかも。うまくはまった。何が出てくるかな。いいものが出てくるといいね。ん？なんだこれ？なんか絵が描いてる？パズル？よく見るとカードバトルの盤面みたいだね。あ、わかったかも。5ダメージを与えれるようにカードを配置するんじゃない？さすが、その通りかも。この面は簡単だね。カードをすべて出してしまえば、5ダメージになりそう。これでいい感じかな。2+1+1+1で5になるね。最初は簡単だね。カードが入ってる。トカゲだって。なかなか使えそうだね。トカゲの尻尾切りかな。それじゃ、次のステージやってみよう。今度はちょっと複雑になってきたね。固定されてるカードとかもあるね。再下段が手持ちの状態と同じだから、出さないということも必要になりそう。そうだね。ちょっとだけ頭を使うね。こんな感じかな？あってそうだね。今回は何がもらえるかな。ありみたいだね。攻撃力がありってことはありの数だけ強くなる感じね。デッキがなかなか良くなってきたね。そうだね。これで終わりかな？おお、下の段が出てきた。それじゃ、早速ステージ3やりますか。早速攻撃力がありが出てきたよ。場に出てるありの数が攻撃力になるね。こうかな？あれ、失敗だった。ありの数が足りないんじゃない？今2匹だよ。そうか。アリ3匹でいけそうだね。何が出るかな？檻の中の狼だってさ。攻撃力ないけど、何に使うんだろ。ま、次に進んでみよう。ステージ4は、二股攻撃とカウンターがあるね。ちょっと厄介な感じがするね。ま、頑張って解きましょう。そうだね。頑張ろう。固定されてるカードが2箇所あるけど、こんなところか。これで良さそうな感じ。ターンエンド。やったね。今回は何かな？リス？あ、トーテムか。これでバトルがだいぶ楽になりそうだね。前回の時からこれやっとけばよかったね。そしたら倒せてたかもね。ま、過ぎたことは仕方ない。今回頑張ればいいだけ。この鳩時計も何か仕掛けあるのかな。適当にやってみようか。適当って。今11時だから、11時あたりにしてみるか。ちょ、適当すぎでしょ。なんかあってたし。なんだろこれ？指は？指にはまるのかな？下側の扉も開きそうだけど、多分適当じゃ開かなそうだから。とりあえず、今はいいかな。今調べれる限りはやったかな。そろそろ席に戻るかな。痺れを切らして怒られたりしてね。そうなったら面白いけどね。それじゃ、戻りますか。次はカードだけど、バトルまで早送りします。種族カードを取って、焚き火で攻撃力アップをコヨーテに実施しました。次はカードバトルなので、速度戻し。いろいろ取ったから楽になったかな。おこじょとカメムシの会話が始まった。
おこじょもはや姿がおこじょじゃないよね。かなり変わったよね。面白い。クリアするためのヒントをくれているのかな？そのような気がしなくもないけど。会話の内容がさっぱりだね。阻まれた狼の話をしてるのかな？その可能性はありそうだね。ようやくバトル始まったかな。まずは、輪に何が出てるか見ておこう。子狼だけならなんとかなりそうだね。リスを出して、おこじょを召喚かな。そうだね。他に舞は骨についるからさ。それじゃ、ターンエンド。壁がいないから敵に直接ダメージ当たるね。子狼が狼に成長する前に早く倒さないとね。このターンは、リスを引くしかなさそう。左端の壁になってもらおう。やば、親玉いる。親玉やばいの？あの印は、隣のカードの攻撃力が上がるんだよ。子狼が並ばれるとやばいね。早く対処しないと。このターンも引くのはリスでいいかな。骨があるからリスとカメムシでも出すかな。カメムシは匂い印で、向かい合うカードの攻撃力を1下げるよ。ゼロなら怖くないね。楽勝かな。早く倒さないと親玉厄介だな。このターンもリスを引いて壁になってもらうか。牛歩作戦で行こう。これで親玉倒せるから楽になるはず。狼に成長したけど、ムシムシ。リス壁大作戦。リスとオポッサムも出すか。オポッサム出さなくても勝てそうだけど。ま、念には念をということで。そうだね。油断大敵だもんね。ターンエンド。よしよし。勝ったね。順調にいっててよかったよ。それじゃ、ボス戦までちょっと巻いていきます。罠師からは、皮が購入できます。これはカードと引き換えれます。トーテムマスは、上下セットでトーテムの効果が出てきます。やば、地産出た。これで、リス1匹で地産召喚できるよ。最強トーテムじゃない？そうだね。大体のコスト値のカードは1ターンで呼べるね。今回は、単行者楽にいけそうな気がしてきた。なので、この辺はさっさと片付けちゃいます。上位ありと働きあり揃うと強いね。そうだね。出れば出るほど強くなる。ここはさっき買った川と交換でカードがもらえるところです。いい川だとさらにいいものが出るので歯に余裕があると買っておくといいです。お、グリズリー強い。これにしようね。トーテム効果で、リス1匹で召喚できるよ。ここはカードに印を付与できます。付与したカードは消えちゃうので慎重にね。どれにしようかな。まずは、付与する印を選ぼっか。ウシガエルの印かな。ガードだね。それを何に、し、よ、う、か、な、上位ありにしよっと。さ、ボスまで来たので、通常速度で行きます。リベンジなるか。ボス戦は問答無用にろうそくが1本消されるんだよね。敵は2本あるのにね。ずるい。なんかこの前とセリフ変わった？今回は、いろいろ取りまくったからそのせいじゃない？犬用食器と言ってるから檻の中の狼かな？解放できてよかったね。どこ行っただってさ。教えてあげないよ。さて、手持ちのカードは何が来るかな？リスとおこじょは順当だね。グリズリー早速来たー。あんまり早く倒すと怒るらしいよ。え？そうなの？じゃ、おこじょかな。おこじょを出して、運搬ロバの相手をさせよう。運搬ロバを倒すとカードもらえるもんね。そうそう。バトルが楽になるよ。プレイミス？結構辛口だね。あとは、ザ・スモークをコヨーテの前に出しておこう。壁要因だね。倒されると骨がもらえてお得だよ。それじゃ、ターンエンド。グリズリー出したいところだけど、運搬ロバ倒すまでリスを出し続けるか。そうだね。あとあと楽になるからそうしよう。リスを置いて、ターンエンド。やば、引くの間違えた。このまま終わらせるしかないね。まだ負けなそうだから大丈夫かな。形勢はあんまり良くなさそうだけどね。やってしまったものは、仕方ない。挽回していこうよ。そうだね。挽回していこう。今度こそリスを引いてっと。働きありだして、雇用手でも倒すかな。放っておくと地味に痛いもんね。このままだと負けそうだから、ペンチを使おっか。ペンチなんだっけ？
敵に1ダメージ与えれるよ。わしかな。ターンエンドで。やば、次のターンなんとかしないと終わっちゃう。グリズリーと姫コンドルか。グリズリーはリスで出すとして、姫コンドルが骨8個なんだよね。そんなに溜まったかな？とりあえず、リスを出してグリズリーを召喚しよう。グリズリーカモーン。狼を蹴散らしてくれー。あとは、これで骨8個集まっててくれー。きたー。姫コンドルを召喚。そしてターンエンド。だいぶ持ち直してきたね。次々と子狼を呼んで邪魔だな。手札なくなったけど、ランダムとリスどっちにしよう。ランダムにかけよう。上位ありだ。やったね。ま、でもコスト2だから、このままターンエンド。やっと運搬ロバ倒せるね。いいカード出ればいいけど。いいような悪いような。ま、あるだけマシ。よし、5ダメージいった。ろうそく一本消えたね。ここからが敵の本領発揮。今回はリベンジしよう。間に出てるカードが金塊に変えられちゃうんだよね。だからグリズリーは残しておきたかったんだよね。負けそうだったから仕方ないよ。グリズリーの印効果で骨結構もらったね。リス持ってるから、ランダムでいっか。お、檻の中の狼出てきた。とりあえず、金塊で埋まって何も出せないからターンエンドで。右側の金塊壊れて、2箇所も開くね。それじゃ、リスを引いて召喚していきますか。この狼が気になるから配置しよう。まずは、リスを2枚出そう。コスト値3のリスとかやっぱいいよね。ぶっ壊れ性能トーテムだよね。上位ありにコヨーテの相手をしてもらうか。あとは右側だけど、檻の中の狼を置くことにしよう。そうだね。体力6もあるから良い壁になってくれそう。ターンエンド。毒持ち鎖蛇が出てきたな。このゲーム毒は強いんだよね。大体のゲームは毒強いけどね。モンハンとか。モンハンって何かのふり？それは、内緒。そうなのね、楽しみにしとく。このカードの印目隠しされてるね。なんとなく手持ちのカード数が攻撃力？絵柄からするとそんな感じだね。後で出してみよう。手持ちにリスいないから、リスを引いてとりあえず配置。このカード名前も不明だね。本当だね。見た目クラーケンだよね。デイビー・ジョーンズのやつね。パイレーツ・オブ・カリビアン面白いよね。ま、とりあえずクラーケンっぽいやつ召喚しますか。攻撃力4になったね。やっぱり手札の数が攻撃力になるであってそう。それってかなり強いよね。戦況がひっくり返るレベルだね。それじゃ、ターンエンドで。これでようやく檻の中の狼が倒れるかな。何か起きるかな？狼が降ってきたね。担当者も予想外だったみたい。これはもう次のターンで終わりそうだね。置くところもないし、ランダムでいいや。こんにちは。カメムシさん。カメムシ追加でクラーケンも強化。最強だね。ようやくリベンジを果たす時が来たか。なかなかいい感じに進めれたね。やったー。倒せたー。やったね。前回の感じだと倒せる気がしなかったよ。ボスを倒すと、こっちのろうそくを灯してくれるみたい。実はいいやつ。お宝タイム？レアカードだってさ。楽しみ。選べるようでよかったね。何が出るかな。一枚ずつ開けていこう。デュース。強いのか弱いのかなんとも。それじゃ、次。奇妙な幼虫。パッと見微妙。それじゃ、最後。ゆらゆり。コスト高いけどこれしかないね。そうだね。地温だから4枚いるけど、トーテム効果でリス2枚で呼べるよ。悩むことがないラインナップでよかった。これでこのマップは終わりかな？その先のマスがないもんね。先に進んだってあるから、次のマップになりそう。ふむ。なんだろね。なかなかやるなお主ってことかな。次は湿地帯のマップみたいだね。続きが大変気になるところですが。今回の動画は以上になります。前回のリベンジができてよかった。それでは、またね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画と関連動画もぜひご視聴ください。チャンネル登録もお忘れなく。
SNS の Twitter と TikTok もやってます。こちらのフォローも良ければお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。